皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。9月8日、人気アイドルグループ Me.i の公式 YouTube チャンネルが更新。メンバーがロサンゼルスを旅する Vlog を公開した。Me.i は7月末に世界最大級の K カルチャーフェスティバル、k c コンの LA 公演に出演しており、その時に撮影されたものだという。写真あり、やばすぎると心配されるリノンの日傘の扱い。 まずメンバーが A、C の3つのチームに分かれて、それぞれが違うプランでロスを楽しむことに。第1弾となる今回の動画では、雫、19、鈴、17、み17、ももな、20、からなる C チームの旅の様子が中心に映し出された。4人がまず向かったのはビーチ沿いにあるカフェ。そこで、ランチを楽しんでいるときに問題となっているシーンが発生した。 4人のもとに別行動をしていた A チームのケイコ18ラン20リノン17から携帯でメッセージとともに動画が送られてきたのだ動画はロスの街中で左からリノンケイコランと3人が横並びで立ち現在の A チームの様子を紹介するものだったまずランが今は腹ごしらえをしたんですけどめちゃくちゃ美味しかったですと話すと リノンが隣の稽古の肩に腕を乗せながら、私は2リットルくらい水を飲んでお腹がいっぱいです、とおちゃらけた様子で報告。しかし、リノンは3人の中で唯一日傘をさしていたためにはしゃいでいる間、傘のつゆ先が何度も隣の稽古の頭に当たっていた。その後、ランが、本当はこの後、次の場所に行くんですけど、ちょっと時間があるのでショッピングしていきたいと思います。イエーイ と動画を締めている間も再度リノンの傘が稽古に接触最初は笑顔だった稽古の表情も曇っているように見えたこの動画を見たファンからはリノンの日傘の扱い方を心配する声が X で多く上がっている「空き庵のこれ普通に稽古の頭に日傘刺さってる締めに当たったりしたら危ない傘って人に当たったら絶対感覚でわかるのに」 これだけがっつり何度も当たっても気にする素振りすらないのやばすぎる稽古もだんだんだんの方に逃げてるし最後のほ表情が。あきやん、危ないから気をつけて、目に入ったら普通に失明とかあるから稽古のこと大好きなら気をつけてくれな、もちろん稽古以外にもそんなバンバン当てちゃあかんで。あきやん、本当に傘のやつは笑い事じゃないからみんなのコメント見てくれてること願う。 マジで危ない。目に刺さったら失明とか普通にある。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。